はい、どうもお疲れ様でございます。この動画ですね、速稼塾の限定動画プラス FX オリガルヒの皆様にお届けしております。 FX オリガルヒの皆様には1月29日の時点で公開しておりますし、それからですね、速稼塾限定動画をご覧の皆様は月曜日の朝の配信でつけてると思います。で、これはですね、1月30日、31日および2月の1日、2日、3日のこの5日間の1週間を予測するという形の放送になります。まずは週が変わりましたんでウィークリーを見ているんですけども、こちらの方を起点にしてですね、相場は下げ相場になってます。下げ相場になってるってことは、これからも特別な動きがない限りはずっとこうなると思っていいですよってことなんですよ。この辺で止まるんじゃなかろうかって考えるのはその兆候が出てからなんですけども、今のところその兆候は確認できていません。で、次はデイリーを見ていくわけですよね。デイリーの方ではその兆候が見えてるかっていうと、これもまた見えてないんですよ。で、チャンネルラインをバーッと引くとね、右肩下がりがずっとあるだけと。ですんで、多少の上下はありますよ。こういうふうに上がっていく瞬間もありますよ。上がっていく瞬間は当然ですけどね。でも全体的に見たら下げの圧力の方が強いよっていうことで、右肩下がりになっているってことが見えるんではなかろうかと思いますね。これからもだから下の方に向かうというふうに考えることができます。これよろしいですかね。下下げ圧力が週足冷やしときて、じゃあ4時間足はどうかっていうと、4時間足は一方的な下げではないんですけども、この辺りから始まってね、で今ここにいるわけですから、そう考えていくと下がっているというふうに判断できます。あとね、この4時間で見て取れるのは、こういうふうなちょっと収束しかけてるかなってことですよ。収束した次にはブレイクが控えてますから、上か下にダーンとね跳ねるわけですけども、大体ですね、いくつかの要件からこれは、下の方に行くんじゃないかなってことが考えられます。下下げ圧力があるってことももちろんですけどもね、ダブルボトムももう終わりましたんで、このまんまトレンドの方向に向かっていくんじゃないかなっていうところですね。でさらに1時間の方を見ていくわけなんですけども、1時間ね、1時間でここをダブルボトムと見ることもできるんですが、そこをねぶち破って下に行くぐらいの勢いが今回つくんではなかろうかと思いますよ。この収束によるブレイクによってボカーンといったら、ですんでまずはこのブレイク狙いで一発エントリーするチャンスがある。ここを抜けて下の方に行くとさらにエントリーチャンスがあるっていう形の二段構えでいけると思います。まあさらにね、補助線を引いて、例えばこういうあたりの補助線を引いて、ここをブレイクしたら入るっていうね、そういった考え方もありますね。はい、じゃあ今回のね1週間を占うということでしたら、129円から128円の方に円高が進む、そんな1週間になるんじゃないかなと思いますけどね、全体的にはそんな感じです。でプラス今回その FX オリガルヒの塾生さんからね、とっても素晴らしい、動画が届きましたんで、ぜひそちらの方も見ていただきたいと思います。この動画の後に今回だけ特別につけときますので、速稼塾の塾生さん、ここまで本当に感動ですよ。ここまで構築できるようになったっていうね、もちろんね、仮説の全てが当たるわけじゃないんですよ。でもその仮説をしてそこに根拠があるってことが素晴らしいんですよ。まあ、このように毎回毎回そのチャートを見れるようになったら、ほら実力つきますよ素晴らしいと思います。それでは今回私から以上です。引き続き Q&A の方をご覧ください。ではどうぞ。どうもお疲れ様です。1月28日16時半でございます。今日は土曜日なんで相場の方はありません。また明日もありません。しかしですね、月曜日からどのようになっていくのかってことを、この相場のね予測の方をいただきましたんで、こちらの方私の方もねこう咀嚼しながらお話したいと思います。まあ、この図を見ていただくと1時間足ね、様々こう書き込みがあるんで一見見にくいようですけども、実際はものすごくシンプルにまとめられてますね。特に右下の方にね略図が書いてあるんで分かりやすいですね。右下の略図っていうのはこれのことです。こういうふうにまとめていただいてるんですね。これを見ると真ん中に、3ゾーンヘッド&ショルダーがあって、で右の方にですね、ペラントがあり、下の方にブレイクするんではなかろうかと書いてます。全時間軸が下の方に、圧力がかかってますからね。でその他にレンジもこれ囲んでるんですよね。でレンジオプションの中で、上底下底の下底の方がもう3回ぶち当たってます。ここです。ここを突き抜けてここで跳ね返って、ここで跳ね返って、そして、
ペナントをもしブレイクするようなら、その勢いはついにここを割って大きく下落するんではなかろうかってことがこの図からわかるわけですよね。ちなみにレンジはこのように引くことができます。はい、いやここまでね解説されていてね、まあ、素晴らしいなと思ったのと、プラス、まあ仮にの話なんですけども、この突出がなければエリオット波動が見えてるんではないかなっていうことを、まあ、補足でね、まあ、雑談という形でいただいたと思います。まあ雑談とは言われてないんですけどね。まあでも確かにこれがなければエリオット波動は見えますよ。だからこういうふうにね、これがなかったらエリオット波動なんだけどなっていうふうに見抜けるのは一歩前に進んだことかなと思いますんで、素晴らしいと思います。でこの図をまとめて言うと、週明けは下落の方向に進むんじゃないかなっていうのは私も同じように感じます。まあその他にも、根拠がないでもないんですけども、まあ、ずっとね下落の方に行くんじゃないかなと思う中で、先週1週間がですね、まあ、上場の方に向かったっていうだけなんで、今度こそね129円とか128円台に行くんではなかろうかなと。その材料はもう整いすぎるほど整ってますんで、次から始まる、ですんで30、31日ですよね。そして2月に差し掛かる週っていうのは、まあ、セルの方に行くんじゃないかなと思うんですよ。ただしですよ、週の始まり30日でしょ、月曜日で、月の終わり31日でしょ。で2月1日は当然月の始まりになりますから、結構ね波乱含みなんですよね、この1週間が。だから単純に、ここまでの条件揃って売りですよっていうふうになるかっていうと、ここは慎重にならなくちゃいけないかなと思います。これがね23日から始まる週とかみたいな平凡な1週間だったら、自信を持ってセルでそれこそタイマーかけてもいいぐらいなんですけどね、そこがちょっと懸念材料です。でもう1枚のシートの方を拝見します。はい、こちらの方に丁寧に書いてあります。月曜からの予測をしてみましたって書いてますよね。まずは全時間軸が下落しているっていうのはもうずいぶん前から申し上げているところです。たまたま先週がその中でもセカンダリートレンドを作った1週間だったってことですよね。で黒丸内で三尊が完成中ということになります。ここで三尊が見えてるとこですよと。あ、ここじゃない、ここね、この丸ですよ。ちょっと四角ですいません、丸で囲みます。ここですね。ここに、ヘッドアンドショルダー、ヘッドアンドショルダーが見えます。あのヘッドアンドショルダーはね、綺麗にできるところもあれば、ある程度の山を2つ3つ重ねて1つの山としていったりとか、なんかね小さいのを無視したりとかっていうので、まあ、それぞれ解釈分かれるところもありますけども、ここをね綺麗な三尊ではないんですけども、三尊の姿は見えるということで、まあ、出来上がってると言ってもいいんじゃないかなと思います。さらにですよ、下落を、まあ、想起させるものとして、三尊の右肩部分がペナントで収束にかかってるわけですよね。ここです。で収束ってことはブレイクするでしょ。だから根拠がねいくつも重なっていて、緻密にこれは予測を立ててるわけなんですよ。素晴らしいと思いますよね、本当に。でネックラインで 1,2 と2回止められてるというのがダブルボトムですよって言ったとこですよ。だから3つ目のトライで抜けることってのは本当によくあります。あの当たれば当たるほどこの上底下底っていうね、レジサボラインっていうのは弱くなりますからね。だから今度こそ突き抜けるんではなかろうかと。そこに三尊の勢いとペナントのブレイクの勢いとかが重なると、さらにですよ、全時間軸売りの方でしょ。だからこれほど条件が整っているんだったら最低3つは欲しいんですけども、今回4つ5つと重なってますから、まあこれはね売りに相当なテクニカル的な自信が持てますね。でペナントが下にブレイクすると、2度止められたネックラインを3度目の突破してって書いてるでしょ。ここもだから同じですよ、大きく下落する、まあハテナマーク書いてますけども、この可能性が非常に高いです。で必ずそうなるっていうのはね、やっぱ投資のことなんで言えませんけども、でも私はこれ、仮にねこれで損失出しても、それは例えば4対6の4が来たなと解釈すればいいかなと思いますし、今回4対6どころかね9対1ぐらいでそうなるんだろうなと思いますよね。なんかまさに今お話していることが、30、31からの1週間をまたねあの予見してるんですけども、ただまあ重ねていますけども、30は月曜日でしょ、31日は月末でしょ。ここがですね、この9対1の1を重く肩にのしかけるところなんですよね。まあ、ですんで、あのロットはちょっとね多くすることなく、実際にそうなるだろうかどうなるだろうかって、この読み自体は合ってますけども、月末月初がかかるっていうのがね、ちょっとネックなんですよね。はい、でエントリーポイントの考察ですけども、ちょっと全部消しましょうか。エントリーポイントの考察ですけども、まずはね、このペナントをブレイクして下に行った場合、まあ
ブレイクもどこまで行くかっていうのはありますけども、この A のね部分を超えたらもうあのレンジの底まで行くんじゃないかなっていうふうに決めてますね。これはこれが正しいというよりもこういうふうに決めてやることが大事ってことです。まあ私も同じように思いますけどね。で B っていうのはレンジ戦略ですね。でレンジ戦略っていうのは、ここの上底過程の過程を突き抜けて下に行くっていうふうに踏んでるってことです。今回レンジ戦略でレンジの内側に戻ってくる可能性は非常に小さいんじゃないかなっていうふうに今度は感じますんでね、うん、ここも本当にそう思いますね。で、C はどこだ、ここか、ブレイクね、レイクって書いてますけどブレイクですね。上の方に抜ける可能性もありますんで、その時は C を抜けたらバイで、上の方をね取っていこうかなってことですよね、うん、この戦略も素晴らしいと思います、うん、あの正しいとまでは言いませんけども、私も同じ選択をしますねこれはね、うん、あの絶対はないんですけども、でも今回リスクを取ってエントリーするとしたらまさにこの ABC、 私もこのまんまこれやりますね。はい、ということで回答は以上でございます。素晴らしいねご質問いただきましたね、本当にありがとうございます。感動でございます。お疲れ様です。ありがとうございました。